雪大丈夫だ、大丈夫でした、大丈夫だった。おはよう。お仕事頑張ってね。頑張ってください。あ、TikTok ありがとう。あ、初出勤頑張って頑張れ頑張ってね。おはよう。今日は雪降ってるのかな、どうなんだろう。今日は降ってなさそう。今日は気のめてます。今日は気のめてモスターありがとう。福太郎さんファイト、ありがとう。お仕事行ってらっしゃい。Wi-Fi。どうだ、戻った、ループ。あ、サインくんお話し会ありがとうありがとうございます。決済おはよう。決済大事期間終わったね。あ、ウェルカム、確かに。ウェルカムコメント削除、削除かな、削除でいいのか。おはよう。できた。 Wi-Fi が、 Wi-Fi 最近調子悪いね。すごい、めっちゃ調子悪い。あ、本当？夜何時かな。9時ぐらいかな。うんうん、ぐらいにするよ。あ、オンライン機会もありがとう。私も楽しみ。ありがとう。初めてのオンライン機。おはよう。おはさる。朝、朝あるあるだね。Wi-Fi、最近 Wi-Fi 悪い。え、毛布、え、ねえ、めっちゃあったかかったんだけど、毛布。私も試した。なんかさ、おはよう。昨日、うまく寝つけれなくってって話をしたら、あったかい毛布のかけ方をね、教えてくださった方がいたんだけど。やったんですよ。なんか、めっちゃ効果あった。うん。めちゃめちゃ。めちゃめちゃ暖かかったよそう、寝つけめっちゃぐっすりぐっすり寝れたし、あったかかったし。おはよう。なんか毛布を下にして掛け布団を上にしてたよね。そうで、それをそれだと暖かくならないらしくて、掛け布団の下で毛布上なんだって。毛布上にしないといけないらしい。あ、ずっと前に昔見たことあったの。みなみの家電さん、神ありがとう。もう本当に知らなかった毛布。なんか毛布 に体が当たった方がというか、毛布に体が当たった方があったかいかと思ってた、勝手に。そう、上から毛布で、うん、閉じ込める、なんて言うんだろうな、あれ、 上に。でも、え、そう、毛布が、今までは寝てたら毛布が下がっていきよったんよ。下に下がっていく。ともさん、神ありがとう。そう、寝てたら、なんだろう、こう体にずっといてくれなくって、毛布が下に下がっていっちゃって寒いとかっていうことに寝てたらよくなってたんだけど、今日はもうね、なん、あの、どこにも行かない
毛布を掛け布団の上に毛布をかけたら、そう安定するよね、もう布団がね、そうどこにも行かない、もう微動だにしてなかったです今日朝起きたら、上の掛け布団たちがすごいと思って、だから私布団に入った瞬間あったかくなって、朝までぬくぬくだった布団の中が、だけもうちょっと感動してる今布団のさ掛け布団の掛け方でこんなに変わると思わんかった。下に引くのもあったよね、毛布の毛布を下に引く。池ちゃん神ありがとう、そうおはよう、よく寝れた、いっぱい寝れました。そうだよ安定感大事おはよう、あ暑い、そっか暑いのか、寝相の…いや寝相じゃないこれは分からんけど、1日しかまだやってないけん分からんけど、寝相なんかな、でも私あんまり寝相悪くないんだよね、寝相悪くないはずなのに、いや毛布のせいです。あお仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、おはよう、ST の集めてはいらない、お嬉しい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、マサ太郎さんペンライトありがとう、クマちゃんペンライト寝てても元気、おはよう、あっち向いてほいのあずみん動画ずるい、本当にずるいずるくないよ別にずるくないよ、おはよう、知ってる期間限定ダーチャージューシースーパーがあれでしょ、あの七瀬さん、西野七瀬さんが、西野七瀬さんが CM されてるやつですよね、なんか昔の昭和ソングをなんちゃうかんちゃうみたいなやつ、あれめっちゃ気になってる、あとスタバも新作がなんか出てたの昨日見たけど、めっちゃなんか美味しそうだったスタバの新作、そう方向へちょっと意地悪しちゃった、あ、ありがとう、マッキーさん神ありがとう、ゆる配信待ってるね、ありがとう、昨日 TikTok、 あ、嬉しい、ありがとう、チュッ可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、この曲本当に可愛い、オペラルベチーノ飲んでないのよ、飲んでないのよまだ、あ、ミューリーさん載せてた？本当に？公式のツイッター見ました私昨日、めっちゃ美味しそうだった、オペラね、なんかすごいかっこいい感じ新作めっちゃかっこいい感じだった、あれかバレンタインじゃけんか2月、チョコが多いのは、おはよう、あ、ありがとう、いってらっしゃい、あい、おはよう、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、
頑張ってね。ねえ、めっちゃチョコ美味しそうだよね。チョコ美味しそう。ねえ、もう一回さ、チョコ来ると思わんかった。前回もさ、チョコやっとったじゃん、スタバ。前回もチョコやっとって、おはよう。もう一回チョコ来ると思わんかった。お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。アニメダンスやったし、なんだろうアニメダンスって。おはよう。アニメダンスってなんだろう、どんなやつ。あれかな、周知院学園周知の事実、みんな憧れの生徒かい、ポク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 ポ。アニメダンス違うか。おはよう、つのさん、バラありがとう。おはよう。でもチョコって美味しいよね。チョコ、チョコ系、飲み物も食べ物もチョコ系大好きです。あ、調べてみる。アニメダンスってなんだろう。 TikTok、 粒組、粒組まだ食べれんのよ。食べれてない、まだ粒組食べたい。見つけれてもないかな、あれも気になる。おはよう、ありがとう。おはよう、気になってます。今日なんかさ、一回4時ぐらいに目が覚めたんよ。でなんかパッて目が覚めて時計見たらまだ4時で、あ、4時だと思って、早く目覚めすぎちゃったと思ってもう一回寝たんです。なったらなんか夢見て、寝相で寝ながら、なんか服が苦しくなったんよ服着てるのが、なんか服を着るのが苦しくなって、そう、もうこんなの全部脱いでやるってなんか寝ながらそう一回起きて、6時45分の前の本来起きる時間までの、ほんと1時間か2時間ぐらいのちょっとの間、軽い夢見てて、え、そのなんか服が苦しくなったんよわかる、私もどういう夢だ、夢ではないんだけど、なんか服が苦しくなって脱いでやるって一瞬思ったんだけど、なんかそう、なんか、あ、いや、ダメだ、今脱いだら配信があるからとかって、なんか自分の中で変に納得してそのまま寝たっていうのだけ覚えてる。その部分だけ、そう思いとどまった不思議、なんかね、その部分だけ覚えてる、ね、おはよう。上になんかこういう上着みたいなのなんよ、これが、こういう、ここがチャックで開いて下にも着てて、これ上着みたいな感じなんだけど、このさ、フードの部分がある、これフードついてるのね、この寝巻きが。今フードついててさ、起きてる時は全然いいんだけど、寝てる時にたまにちょっと邪魔くさくなるよ、このフード分。ここにもわもわってもこもこってしてるから、そう、じゃけね、なんか、あ、寝苦しいなって思ったことは何回かあるんだけど、そう、今日みたいな風になんか寝ながら思ったことないからわかんない、フードが邪魔だったんかな。もう完全になんか夢思考というか、夢の中に入っててって感じでした。そうそう、フードが
分かんないんだよね自分も。もう多分夢の中、ここがね、たまに寝苦しくなっちゃう、ここに溜まっちゃってフードが。あ、いってらっしゃい、頑張ってね、いってらっしゃい。なんか夢とさ現実の狭間ってさ、変なこと言っちゃわない、変なこと言っちゃうというか、なんか自分じゃなく、自分なんか記憶がない、記憶がなくなる、その狭間って。あのお母さんとかにさ、目なんか意識はちょっとあるし、ちょっと目を覚めてるんだけどめっちゃ眠たくって、もうすぐ眠れそうですぐらいの時にさ、お母さんにさ、なんか私が出た後これこれやっといてねとか、昨日の夜なんか話しかけられて、もう言葉ではああそうだねとかって返してるんだけど、すっごいトンチンカンなことを自分はずっと口走ってるみたいなことないですか？え、あるよね、多分それと同じような現象な気がする。そんぐらいなんか起きてるような、起きてないような、夢のようなみたいな感じの現象でした今日の。なんか脱ぎたいみたいなやつもうみたいな感じに思ったやつ。そう、起きて夢を探せたんやった。確かに夢ね、最近夢全然見ない、私全然見なくなっちゃった。あるよね、なんか夢見る時もさ、すごい夢を見る時期と全然夢を見ない時期で分かれる、時期というか、なんかめっちゃ夢見るときはめっちゃ夢見るんですよ、続けて毎日ぐらい。でも全然夢見ないときは毎日1週間毎日見ない、今毎日見ないときです。ずっと寝てるずっと夢と現実の狭間そう。ひでりんさん、神ありがとう。狭間、ま、葵ちゃんレインボースターありがとう、おはよう。夢でも見るの結構私好きなんだよね、夢見るの。夢好きだから夢見たいんだけど夢見れない。え、あのさ、もう今寝たら続きを見たいって思ったらさ、めっちゃ続き見れるくない？夢続き見たことありますか？完全起きちゃったらもう無理なんだけど、一回夢見てパッて目が覚めて、うわもうこれこんな眠たいよみたいな状態で、うわさっきの夢の続きもう一回見たいと思って眠ったらさ、もう一回見れなくないねえ、続くよね、あれ面白い、続き見れるの結構好き。私も初夢覚えてないな、どんな夢だったか。なぜか大食いしてる見たのすごい願望かな何を意味してるんだろう、大食い。でも夢ってね、夢面白いよね。今が夢かもよ、あ怖いこれが夢で夢が現実。そう、続きね、あの続き見れるやつ結構なんかうれしいというか、あ続き見れたって気持ちになる。うん、あ目覚めいい方だから、そうなんだ、もうすぐパッて起きちゃうの、一回目が覚めたら。
え、嬉しい、見てみたい夢あずみの空コン最前で見て僕です、めっちゃ嬉しい嬉しい夢だ。あ、雪降ってる？本当？え、降ってるのかな、私のところも。どうなんだろう。でも今日もね、寒いらしい。雪も降ってて。ねえ。あ、可愛くてごめん、見まく。え、嬉しい、めっちゃ見まくった。ありがとう。ありがとう。もくみになっちゃってた。ありがとう。嬉しい。よいしょ。おはよう。何かで笑える、え、リンクする現実と、うんうん、しますします。アンディさん、神、ありがとう、おはよう。夢面白いよね。あ、昨日マイナス5度、今日、あ、昨日の方が寒いんだ。そうなんだ、寒いね、マイナス5度って昨日。確かに、なら3度だけど、昨日と比べるとちょっと暖かくなりそうだね。え、おはよう。雪どうだろう、ちょっと見てみようかな、雪降ってるかな。あ、降ってるよ。積もってないけど降ってた。積もってない、積もってはないかな、積もってはないけど降ってました。寒そうだね今日も。悪い夢は続き、悪い夢は、悪い夢こそ見たくないよね、続き。悪い夢も見るよね、悪い夢怖いよね、悪い夢。おはよう。マイナス8、寒い。寒すぎるね。よしもそんぐらいだったのかな。おかえりなさい。うん、降ってた。積もってはないかな、でも積もってはなかったけど、今降ってる。だから寒いかもしれない今日は。あ、ホース凍っちゃったんだ、大変、それは大変だ。うん、週末頑張れ平日ラストも頑張れ。寒いね、今週は寒い週でしたね。今週は寒い週だったね。あ、たか、あ、そうなんだ、たかのなでしこ可愛いよね、高嶺のなでしこさんの。可愛くてごめん。 PV もめっちゃ可愛かった。あ、関東でも雪、あ、そっか、じゃあ今日は寒いんだ、寒いんだ嬉しい、ポカ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 温める。
寒かったね今週ね。でももうそんな平日も今日で終わります。金曜日ねえ、確かに凍っちゃうと大変だ。あと3日で初公演ね。勝手に四国初公演です。あと3日楽しみ。金曜日の夜が一番楽しい。わかるめっちゃわかる。金曜日の夜一番楽しいよね。いつになったら楽か。え、ねえ本当にもう春が来てほしい。もう冬は満喫しましたもう十分冬満喫したので春が恋しいですね。暖かくなってほしいな。おはよう。2月もまだ寒いかね。暖かくなってほしいな。ちょっとずつ。でも暦的には春なんかな。暦っていうかなんか温度感的にはすごい冬だけど、暦的には春なんかな。今ってまだか、まだ春ではないのか。そっか、あ節分過ぎてから。あじゃあまだなん、もうちょっとなんだ。質問、夏の40度と冬のマイナス20度はどっちがマシ。え究極すぎる暑いのがいいか寒いのがいいかだよね。それどっちかな、答え出ないんだよね私。40度でしょ、結構暑いよね40度って。夏かな。寒いのちょっと嫌かな。寒いの嫌かな。寒いの嫌かもしれない。夏かな。40度でどんぐらいなんだろう。夏の40度かもしれない。みんなどっちなんだろう。春夏秋冬、春夏秋冬で私秋が一番好きですよ間を取っちゃうけど、間を取っちゃうけど秋が一番好き。でも夏か冬だったら、寒すぎるのは嫌だし暑すぎるのは嫌だけど、でも夏か冬だったら冬の方が好きかもしれない。来週から春なのか。葵さん神ありがとう。あ魚さばくのが見たけどありがとう。さばいていくのやつかな。あツイートもすぐありがとう見てる髪型で遊んでるやつ。うちさん餅ありがとう。春ね、春いいよね。私も春の方、春と秋が一番好きかな春と秋か。おはよう。ねえ、でもなんかお姉ちゃんともこの話になったんよ。秋がいいか冬がいいかって言って、ひげじい信者先生さん神ありがとう。なんかどっちがどうだったんだっけな。なんか夏は外に出てる場合ね、家の中とかじゃなくて外出してる時ので考えたら、外はあの夏の外はさ暑いじゃん。
でも服をさそれ以上脱げないじゃん、そあどんだけ暑くても、どんだけ暑くても夏はそれ以上脱ぐことができないから、できないけど冬は寒いと上に着たりカイロ持ったりマフラー巻いたり、そのあったかくどんだけでもあったかくできるから冬の方がいいみたいな話をしました。そう、あ確かに納得と思って、それ聞いた時にいっぱい着れるもんね冬は。ね、秋がいい、秋、あ確かに今は夏がいい、わかる、夏になると冬が恋しくなって、冬になると夏が恋しくなるめっちゃわかる、もう夏の暑さを今も忘れてるもん、どんちょっとどんな夏暑いってどんなんだっけって思う今。コースえかっこいい、コース開けてるのすごい、あイモステレビ見てくれてありがとうありがとう、確かに春もやね、リア君ハートありがとう、おはよう。花粉ね、花粉とかもあるもんね春とか、確かに花粉症の方は、そういくらでもね来てあったかくなれるからって言って、手のセンターとか確かに冷え性はつらい、そうでもね寒い寒い、え悩むな、え夏と冬どっちが好きか問題はね究極すぎる選べれん本当に。でもなんか冬の方が楽しいことはいっぱいあるんですよ、嬉しいこと、クリスマスがあったり誕生日があったり年末とかめっちゃ大好きだから、冬の方がなんかこうワクワク、自分の気持ちがワクワクすることが多いんですよね、じゃけん冬が好きかなって思うけど決められんね正直。でも夏のなんだろう、あの爽やかな感じというか、夏のなんかこう夏の感じもすごい好きなんよね私元気な感じ、夏って元気なイメージあるくない、なんか春夏秋冬の中でも一番夏って元気、なんかパワフルわんぱくな感じ、あのわんぱくな元気な感じもすごい好きなんですよ夏の。いや夏かな夏かもしれん、いえ悩む、今夏を想像するとすごい夏が恋しくなってきた、夏かな、夏かもしれん。おはよう、あずちゃんストレスを止めやすいってくる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 が言ってた何そう、え待って、どこまで、ちょっと分からんから言えれんな、何も。来週もう一回モーズがあるのか、それすぎてからちょっとやるか、くるくるそうそっか、寒いとそもそも確かにね外出たりしたくなくなる、あーおしゃれできるから確かにね、それもあるね冬は、確かにないものねだりだよね、確かに夏フェスとかね楽しいね、確かにそういうの思い出した、私花粉症じゃないんですよ、
そう、悩ましい。インナーハーフイハーダダハーダーツか、悩ましいね確かに夏になると冬が好きって言ってるかもしれない今は寒いからさ、あったかい夏が恋しいんかも。でも夏の朝が好きはすごい分かります。私夏の朝、夏の朝分かる。夏の朝なんかいいよね。冬の朝よりも断然好き。あと一日が長いのもいい。夏ってあの日が落ちるのがさ長いから、夏の夕方とかもめっちゃ好きだもん。まだ7、7時ぐらいでもちょっと7時ぐらいで、あ暗くなり始めるかなぐらいのあの夏の夏の夕方めっちゃ好きですね。湿気でちゃ、夏？嘘、爽やかじゃない？夏って湿気か、そっか、爽やかだよね。爽やかなイメージがあった。おはよう。そうだね、好きなスイカもあるし、海行きたいな。最近ここ何年か海行ってない。海行きたかったな。今年行けるかな。海夏フェスね、いっぱい出れたらいいな今年。おはよう。ここやけど開会式が雪でなくなる。知らなかった。そうなの？せっかくのあれがショックですね。雪でなくなっちゃったの。おはよう。確かに時間は変わらんけど、なんか明るい時間がさ長いとさ活動時間も長く感じるくない？自分が活動できる時間もすごい長く感じるから、夏ってそういうのいいって思っちゃうな。あ、SK 育児出てきた。お、そうかいいな楽しんできてね、楽しんできてね。ムキ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 ボディービルダー。海に行くだけなら今でも行ける。まあ確かに、いやでも冬の海、あの冬の海もちょっといいね冬の海も確かにちょっとなんか感傷に浸り、なんかこうはぁって気持ちになりそう、冬の海を見ながら。黄昏そう。おはよう。ね、関西ね、関西関東の方行きたいです。めちゃめちゃ水着はもでもね、東京本当に海とかプールに入ってないんですよ、ここ何年も。中学卒業してから入ってないかもしれない、私全然プールも海もは遊びに行ってない。かな。いやそれは嘘かもしれない。あるわ家族で1回かぐらい あるかもしれない。2回ほど3回ほどあるかもしれない、海行ったこと。中学卒業してだったら。でも当分行ってないから水着ももうちっちゃいのしか持ってないかもしれない、昔のやつしか。そう
そんぐらい入ってないわ。リア君かわいい、ありがとう。うちさんレインボースター、ありがとう。門限暗くなる、そう、なんかさ夏のさ虫の鳴き声めっちゃ好きなんですよね。夜の虫の鳴き声、チーチッ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 って感じのさ虫の鳴き声鳴るよね。あずさん神ありがとう、おはよう。え、わかる、冬だみなんか切ない、わかる、切ない、なんか心が切なくなった時に行こうかな、冬の海見に。なんか切ない気持ち、逆に切なくなるかな。でもなんかいい感じになんか気持ちが浄化されそう。切ない気持ちになったら海行きます。冬わかる、孤独感。あるかそうだけどちょっと記憶が過去の記憶が曖昧にねえ。日照時間だけじゃスズムシかな。水着出しパカしませんしません、絶対。え、琵琶湖行って泳いだりビューベキューしたり、楽しそう。そういうのもあるもんね、夏は。バーベキュー好きなんだよな。虫の声よく聞こえるよって、もうカエルが大合唱カエル大合唱してるよ夏、すごい。ゲゴ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 って言ってる、ずっと。ね、あれね、何の虫なんだろうね、あの音ね。でも夏は絶対スズムシなのかな、あの鳴き声。アズリの鳴き声も好きミー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 そうだよ、夏はアズミ大量発生してる。どこでもかしこでもミンミン言ってる、夏になると。おはよう。昨日のやつ思い出せんのもなってか、そうよ、記憶力が日に日に落ちていってる。スズムシって聞いてから、そんな前の香水書いてくる、そんな名前の香水あるの、スズムシの匂いみたいな。ふいで汗が水でね、遊ぼうよって言ってる。浜辺でベンチに座って、なんか、あ、眺めてたやろ、一緒に遊ぶんじゃなくって、一緒に遊ぼうよ水で。確かに花火大会もあるね、めっちゃアウトドアや。遊ぶの好きなんだよ、外で。そういうバーベキューとか花火大会とか全然大好き。私ね、インドアかアウトドアか全然わかんない。アウトドアなことも大好きだけど、お休みの日に家に閉じこもってるだけでなんかそう、自分からなんかあるじゃん、お休みの日はさ絶対に外に出る人とか、お休みの日は予定を作る人、なんかお休みだから遊びに行くみたいな人はじゃなくて、お休みはどっちかというと家にいたいってはなんですそう、お休みが少なくなれば少なくなるほどもう家に閉じこもってたいと思うはだから、それはインドアというのか。でもアウトドアなことをするのは好きなんよ、すごい。バーベキューしたり花火大会行って、全然山登りも全然行こうと思ったら全然好き。そうとか、
旅行行くのも嫌いじゃない、全然好きなんだけど、私むしろ行きたいと思う方なんだけどでも休みの日はさ家にいたくないって思っちゃうんです休みの日なんかそう予定作ってね外出て行かないんですよ、休みの日って。って話をするとインドアなのかなって思うけど、私よくわからないの、アウトドアかインドアか。確かに冬はねなんか寂しさがあるよね、ちょっとシーンって冷たいからかな。虫はねなんかわりかし虫に対して丈夫な方かもしれない急に来られたらびっくりするけど、うわって来られたらうわってなるし、捕まえてくださいって言われると無理なんだけど、虫を見るのは大丈夫、虫がいたらあ虫だって割とこう見れる方です。虫おはよう、あ出かける人なんだ、うわじゃあそれはもうアウトドアなんじゃない、あの生粋の生粋のって合ってる言い方、あそうそう誘われたら行く、だからうん誘われても無理だって、閉じこもってるまででもない、そう外出ないとか遊びに行かないとかなんかどこどこ行こうって誘われたらあいいよって言って行くけど、自分から出ないみたいな感じですね休みの日は特に。おはよう、そう、え冬の花火大会めっちゃ綺麗そう、えなんかさ宮島で花火上がったよね、花火じゃないっけな、宮島で最近アクティブなインドアそれかもなんだそれ、確かになんだそれアクティブなインドア、そうでもそうそう休みの日はねなるそう家に行っちゃいたい、そうゴロゴロしちゃいたい派なんですよね。予定なかった、うん予定なかったら行くかな、誘われたら。どっちも兼ね揃えとるんかもしれん、インドアもアウトドア。G も初めは怖かったけど。最近は捕まえられんよゴキブリ、捕まえられんけど大丈夫になった、あゴキブリだ可愛げないのかなちょっとこれ虫もうちょっと怖がった方がいいかなって思うけどね、慣れちゃったんだよね虫に対して、あんまり恐怖心がなくなっちゃった。でもゴキブリはでも捕まえられんじゃん、どうやって捕まえたらいいか分かんなくって、あの言ったかな、一人でお風呂入ってる時に洗面所に出たんですよ、でもみんな寝てて私一人でうわこれやばいと思ってゴキブリが出て、でもどうしたらいいか分かんなくって出たゴキブリを一人だしみんな寝てるから捕まえてとも言えないし、近くにスプレーもなかったからどうしようと思ってそのまま見つめていたら隅っこに隠れていって、あ隠れたっていう話を次の日お姉ちゃんにしたらめっちゃ怒られた、お姉ちゃんに。そう、その見逃したゴキブリ、なんかゴキブリ一匹見たら
隠れて50匹なんかいっぱいいるんでしょっていう話をされて、安住が見逃したあのゴキブリによって今もうゴキブリだらけだよって言われました。どうするのって、そう増えちゃうからって言って、そうで対処法教えてもらった。その時にもうスプレーをとにかくかけたらいいんだよって言って、それから会ってないんですよね、ゴキブリに。その1回見逃してしまった1回だけです。そう、ゴキね、でもゴキブリ苦手な方多いよね、結構ね。北海道にはいないんだって、ゴキブリ知ってた？北海道にゴキブリっていないらしいよ。気温なんかな、なんでいないかわからないけど。いないらしい。あ、宮島花火大会あと2回。あ、そうなんだ。冬の宮島、夏のさ花火大会なくなったよね、宮島の。なくなっちゃったよね。え、そう、あ、寒いといないのね。え、ゴキって死んだけど、やだ産まないで産まないで、スプレーね、スプレー、確かに次からはスプレー使う。ね、あ、なんでさゴキブリって増えるって言うんだろう。ゴキブリなんでなんだろう。ゴキブリはなんであんなにさ、なんであんなに言われるんだろう他の虫よりもなんでなんだろう、純粋な疑問。なんでさ他の虫は言わなくない、でも1匹見つけたら100匹いるって。なん卵いっぱい産むってこと、ゴキブリは他の虫よりも。あ、じゃあ死ぬ時に卵を産むからってことか。あ、キモグセ、え、そうなんだ。あ、繁殖、そういうことね。確かに朝からこの話なんで虫の話になっちゃったもっと爽やかな話せっかく金曜日の朝なのにもっと爽やかな話したらよかったね。朝からゴキブリの話しちゃったしかもすごいなんか真面目に考察、なんでゴキブリって増えるんだろうみたいな話しちゃった、申し訳ないです。あ、あるよね、あのゴキブリホイホイみたいなやつ。春に卵産むんだ、ホウサンダンゴ。へえ。おばあちゃんがゴキブリの退治の名人、か肩にかけてるタオルでプシーンってやる忘れられ一回ね、そう、その光景見たんですよ。 おばあちゃんがゴキブリを退治する瞬間を、ゴキブリが出ておばあちゃんちいたら、おばあちゃんゴキブリ出たって叫んだら、タオルを肩に巻いたおばあちゃんがタッ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 走ってきて、ゴキブリ早いじゃん速度が、シュッ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 って早いんだけど、もうそれを一発で仕留めるの持ってたタオルをシュッシュッパシーンって一発二発ぐらいでゴキブリ仕留めて、もう大丈夫だよ。めっちゃかっこよかった、おばあちゃん忘れられないもん、あの日のおばあちゃんは。ゴキブリ名人って呼んでるから。
よし、じゃあ今日のラッキー行動に行きます。すごいよねおばあちゃん、かっこいいよね。あ、スズムシからだ、そうだゴキブリはって聞く、そうだ、そういう話になったからだ。スズムシからミンミンミンからか。あ、2月の勝手に自己公演ギリギリまでなんだけど、あ、そうなんだ、3月か4月あたりで、え、来てほしいね。これからたくさん多分出演する機会も増えるだろうから絶対来てね。四国の安住見に来てほしい。ねえ、朝占いどうしよっかな。今日のラッキー行動は、うーん、あー、くしゃみ出た。あ、くしゃみでいいやつ、これは迷信。くしゃみ、あ、くしゃみじゃないのかな、いや、くしゃみか。あの、今日天気悪いから無理かもしれない。いきます、じゃん。今日のラッキー行動、くしゃみが出そうになったら日の光を見るです。なんかこれはお姉ちゃんに聞いたんだけど、くしゃみがあー出そうと思ったら、なんかこのね、日の光を見たら止まるんだって、くしゃみ。でもやったことないんですよそう、止まるらしい。多分くしゃみだった気がする。そして多分日だった気がする、日の光だった気がするけどそう、ただ今日はすごい天気が悪いので、聞こえる？聞こえますか？ただいま、聞こえた？外の車と Bluetooth がつながっちゃった。ごめん。ただいま。聞こえた？わかった。なんだっけ？くしゃみ。でもなんかわかんない。ちょっと違うかもしれないけど、ちょっとそうらしいので、みんなで検証しましょうってことで。私も検証したいんです、これを検証したいので、みんなで検証しましょうっていうラッキー行動ですくしゃみで思い出した今、くしゃみして本当なのかな、日の光見たらくしゃみ止まる。やってみてください。私もちょっとくしゃみ、次くしゃみでそうなったらやってみよう。あ、逆の人もいるの？じゃあ意味ないのかな。なんだろう、くしゃみかな、しゃっくりかもしれん、もしかしたら。ちょっと曖昧。もしかしたらしゃっくりかもしれん、くしゃみじゃなくて。ちょっと聞いとこう、お姉ちゃんに。ちょっとお姉ちゃん聞いとく。日の光か。わからにゃい。では。壇上読みます。やってみてください。私もちょっと今日またでしょ、
出そうになったらやってみる。13位エスタンドイチさんありがとう。12位中田さんありがとう。11位昼休みさんありがとう。10位三浦さんありがとう。9位正太郎さんありがとう。8位怪盗1412号さんありがとう。7位とっちゃんぼやさんありがとう。6位リモさんありがとう。5位奈良西さんありがとう。4位フラペチーノさんありがとう。3位ウッチーさんありがとう。2位アツシさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパン角さんありがとうありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。また夜配信で会いましょう。平日ラスト金曜日も頑張ろうね一緒に頑張っていきましょう。寒いと思うけん暖かい格好してね。暖かい格好していきましょう。今日も一日お仕事学校ファイトです。えいえよー。また夜にね。ありがとう。ありがとうございました。頑張ろうね、一緒に。いってらっしゃい。ありがとう。いってらっしゃーい。頑張れー。いってらっしゃい。頑張ってね、金曜日。頑張ってね。いってらっしゃい。ではねねあずみんで終わります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。いってらっしゃーい。バイバーイ。頑張ってねファイトファイトです。頑張ろうね。